お疲れ様です。今日はですね、こちらジャイバルーンやっていきます。さあ、現環境はね、まあ、ジャイも強いんですけど、まあ、ジャイプラスアルファのね、デッキが結構流行ってますんで、まあ、そのうちの一つね、ジャイバルーンやっていきます。で、なんかジャイバルーン強すぎるがゆえに、結構ジャイバルーンの中でも3種類ぐらいあって、でこのダクネウィザードが入ってる、で最悪バルーンいらねえよみたいなデッキもあれば、でかまあ無理やり突破する、なんかボイドが雪玉の方とかもあるみたいな感じかな。なんかまあいろいろあるんですけど、まあなんか今日はこの回転早いね、進化ボンでやっていこうかなと思います。はい。なんか枯渇とか、まあクロスとか、なんかそういう相手に進化ボンパーがね、結構刺さるイメージがあります。はい。ということで、手札にジャイやれば、初手ジャイバルーンぐらいやっちゃろうかとも思ったんですけど、ねえので、まあボイドで回すか。はい。おい、さあ。まあ、ピュアさんね。まあ、もともとゴル使いの方だと思いますね。まあ、進化を私は回したいんですけど、回んねえな。3回に1回なんで、まあ、ここは頑張って耐えるしかないですね。はい。ああ、まあ、それだけはね、マジキス。ちなみに。まあでも意外といい耐えをしたのか。まあでもこれダクネライドラか、守れんのかこれ。いや、まあトリトンがトリトンフェニで守れたらいいなっていう感じだよね。でもジェイバルーン行ったらちょっと強そう、一本は折れそうだけど行っちゃおうかなヤンキーすぎバンバン。いやでもなんか許されたら、あー取れねえか。いやー、すばら防衛だな、これね。まあだいぶおまずいか。え、てかゴレにババ入ってんのか。いや珍しいな。え、ダクネライドラババか、珍しいない、なんかあんま見ない方だな。呪文が取れねえだけ的な感じかな。ライドラがきついんだよな。お、でかっ。あ、待って、なんか俺のさ、行かれた誰かが行かれちった。でも相性良さげかからのゴコスバルーン行きたいな。フェニーがね、めっちゃ強い時間帯がある。そう、それが今いやー、まあこれどうせトルネがあるか。お、トルネがギリだ。でからだよ、これもっかいさ、回転が早いんで私ジャイバルーン行ったらさ、守れんのかな。さすがにこれゴレ出したら終わるから出せない。やなめでトルネが回んない。でガーディアン来てもみたいな。いやー、ギリ耐えられたな。今なんでボイド打っとくか今すぎ。でもう一回これジェイバルーンいける。え、本当にこれ止まんのかな。まあ、ババトルネで耐えれますみたいな。メイドがあるとはいえ最強ボンもある。おい審判すぎるか。いやでもそれがこのデッキの強みね。この進化ボンバー進化付けのことによって他のジャイバルーンよりねだいぶ回転早いので、まあなんか攻めて相手にユニットで対応させて、まあ自陣回収、攻めて回収みたいな、なんか無限にジャイバルーン行くの強そうだな。いや、このデッキ気に入ってんだよな。なんか前も多分ね、一回紹介したんだよな。進化ボンバー進化付け。さ、一丸銀来た。え、昨日の動画でも当たんなかったか。俺が動画撮るタイミングでちょうどクラロやってるやん。なんだ。やざ。なんだったっけ。ジャイか。
まあ、ジャイ、ラバー、ペッカー、何でも可能性としてはあるが、ラバーかな。縦線。おお、嫌だな。え、マジでチンパンします。ああ、インドラ、バルキリ、いや、ラバーか。ああ、めんどいな。それは。お互い殴り合い精神。なんか終わった。え、問題しちゃった。グッドゲームで死んだふり作戦するか。今から勝ったらまあ気持ちいいか。はい、進化ザップを回されましてね。ラバね、もう一枚冴えてくれたらな、ついんだけどな。よいしょ。学ばない攻め。はい、まあこの後俺が守れればみたいな話か。ザップ使ってくれんのでかいな。やべ、許容。あれ、進化バルキリーみたいなオチがあんのか。なかった。おや。え、俺なんか煽られたっけ。あんまりあんまりそういうのしたくないけど、まあグッドゲームにしときますか。あれあれれ、いや、ラバか。ちょっと一倍ジャイバルーンはやりすぎだった説あったか。まあ勝てるかな、でも。初手ジャイバルーンしちゃってもまあ勝てるからいいか。お、トリトンね。さあ、ジャイバルーン整いました。なんか空系のさ、リトプリとか咲いてくれたら嬉しかったが、ダクネ。ダクネか。まあダクネの時点で結構ジャイ濃くはなるか。ケツジャイでもいいが、でも行っちゃう。ウィザードだけやめてほしい。お願い、範囲で行かれる。ウィザードだけやめて。でかいでかいでかい、トリトンからのかな。いや、完全無視もあるか。やば、ジャイバルンミラーのパターンがあるのか。フェニーで許容できそう。許してほしい。耐えたい。いやー、強っ。うん、いや、残ったのでかすぎる。待って、さあこれもう一個のジャイか。ジャイバルン流行りの。いや、でかい。この500は結構価値高い。いや、けど進化ウィザードか。進化ウィザードだるいんだよな。進化ウィザードの突破法がないな。どうしようこれ。ケツジャイか。左に。いや、これ正しい気がする。で、右のバルーンは俺もうフェニしかいないんで。いや、めんどくせえ。あれ、ダクネがめんどいな。
正解、正解というかなんか、うん、強っ。まあ、新解説で終わっちゃうかな。てか待って、キング1500、延命だけやめて。熱い、やばい、強すぎる。それいったまんち守れない。でかい、待って、やばすぎる。本棒危ねえ、マジで殴り合いすぎるわ。守れねえもん絶対。よー、進化ボンバー、進化ボンバー結局強えよな。なんだかんだ壊れたよな。進化で本当にトップレベルに強え。サイクル落ちるぐらいじゃね、残念だよ。カホ熱い今の。え、これボンバーで手札回してジャイバルン始まり、すげえかった。マジミラー対決あるし、まあ、ドリルとかもあるか。んどうしようどうしよう。いや、行っちゃう。ヤンキーか、いやそういう日があってもいい。あー、めっちゃいいボイドやんボイドうま。まあでもこれでなんなら800削れてる、かつボンバーのサイクル2個貯めれてるって考えたら結構悪くない。いやでもなんかスケが入ってるロイかな、ジャイも全然あるが珍しいな。スケウィザード、あーロイだ。いやめんどモンコジさんめんどいな。いやファイボーライトニングボイド、いやだからボンバー1回しか回せてねえかったな。行っちゃう、関係ない。こんにちは。これきつそうじゃない。でトリトンとかその辺コスト割いたらのバルーン追加ね。進化ウィザードまで使わしたいんだよ。よしよし、強っえマジで簡単やん、そんなことあるはい、相手のターンあと5。痛いよマジで。ジャイバルーン恐ろしいな。いやーロイね、文句でまあ一発ドリームあるんで、これ気ぃつけなきゃいけねえが。で対空さ、ウィザードしかいねえからさ、やべ、やばすぎる。このやな、よく打った俺、怖すぎ。ウィザード消えたやん、ネットゲームやねこれ。守れるもんなんかな。ああ、まあ、あ、いいよ。いや、まあまあまあ、でも、結構削れる。で、ボイドのロイなんで、いい話。え、待って、フェニックス逆サイ行ってる。それに関してはマジやばい。
ジやばいマジやばい、あぶねえ普通になんか夢使われそうなボイしてたわ、あぶねえ。なんか文句プラスの進化ウィザーとか、まあ、進化ボンバーでも変わんないんですけど、文句の反射あるとちょっと怖いね。ボンバーも無能になっちまう、うん、さあ初手にウィザードとか切ってくんねえかな。うわー、なんかチンパンですやん。私が言うのもあれなんですけどレイジ降ってきたぞ。え、リゴレか、いや、ジャイレイジか。あー、いやー、この程度マジ良くない、暇すぎる。ナイト芝居とか本当の暇人。ナイトにボイド打つやつあんま見ねえが、まあええやろ。でまあレイジだったんで、まあ、柳雨ボイドレイジとかかな。さすがにおいてか、うん、強やば、強すぎるそれ。なんでなんでそうなった。嘘やで、それに関しては、まあ、近畿でもよかったが、近畿の方がよかったな。いや、ダガーが強いよ。まあまあ美味しいな今のジャイ。さあジャイバルーンかまして、相手の対空なんだ、ダクネか。で柳雨リーチなんで、進化助もあんま輝けないんで捨てちゃおう。一回守るか、なんとなく。ボイド使ってからのこれです。ウィザードかぶった、やばすぎる、でかすぎる。まあトリトンぐらいかあって、まあ、止まんないんじゃない。ボイドヤナアメとか、いやこれナイト右行ったら天国だな、行けやいやこのボンバーは下手すぎるか。いや強すぎる、なんだろう進化ナイトか、悪さしてんの。からの進化ウィザード、こんにちは。まあ、一旦行ってから考えるか。手前出てこねえ。まあ削れてくれりゃいいね。じゃあ、まあさっきのさ進化ボンバーが下手すぎたな俺。まあボイドか、もう使わねえのか、使ってほしかったな俺視点は。深海とマジ強くない、嘘みてえな。嘘みてえな強さはしてる。いやマジきついな。ウィザードに当たってねえのやば。最強進化ウィザードか、結構苦戦すんな。
うわーもう強っ強っ、シンプルじゃいね。なんか寂しさもあったが何もないとノーマルジャイか。あーマジジャイの形無限すぎるだろ今。なんかジャイレージ使うならもうエリゴレ使えよっていう話ではあるんだよな。お、ゴーストか。鉄覚醒よねこれは。なんか今時ゴーストってマジでペッカぐらいしかねいない気がするが、そんなこともないのかな。ナイトね。まあペッカにもナイトがね当たり前にいる時代だからな。あーエレキだ、エレキリトプリペッカや。え、タイク2枚サイドあっつ。ボイズじゃなきゃもうこっちや。一旦一本折れそう。エングこの状況で一旦一本ってから考えるか。タイに後ろ熱いそれ。え熱い。あやばっす、強すぎる。フェニーが餌の時間来てる、腹減ってる。え相手なんか事故ってなかった今受け。マジジャイバルーン組むだけ勝てんな。まあ今エレキいるんで、エレキいるとね結構止まっちゃうイメージあるんで、あんま攻めたかないな。しばけたらジャイ行ってもいい。でフェニー先行だけバンシやめてし。うん、でもこのやべイカチーカウント来そう。ガーディアン欲しい。いやー次よマジぶっ壊れきた。いやこれ許容してる。いやいい許容や。このダメージは仕方ないんだね。で、行っちゃう。あんま考えない。折ってから。あとは折ってから考えようか。で、俺もう一本折るわ。これ。どうせ、この後守れねえし。守れんのかな、これ。引っ張ったら。おお守れるらしいでさえ。いやーマジでバルーン強えな。まあジャイも強えか。そんな簡単にタワー折れてえんかっていうね感じで折れていくよな。さないとジャイ欲しい。メガゴ、メガゴなんてことあんの。ちょっといい、いっちゃうよ。ピックだ。なんかでもたまたまさ対空メガゴだけみたい。お、やばい、なんかボンボン下手すぎるか。お、対空メガゴだけドッキリ。工場とかマジやめてほしいな。バルーンかな。ペッカ、タル、メガゴ、スケラ。いや分からんが、まあペッカデッキだな。しかもプリンセスタワーや。まあ守りゃ勝ちではある。守れりゃな話ね。ボイドでさ、ペッカ削っとく作戦どうかな。結構頭いい気合してきた、これ。よし。ああ、終わった。止めとこうかな。俺、守りたい。
こっから考える防衛は。ザップない。いや、なめたるババだ。あっつでっかい生贄にした甲斐があったわ。やめて、いな、いない、出したのに。そう、やなめで削って、もう一回耐えようか。耐えれるかな、本気で。本気で怖いんやけど。どうしよう、さっきの作戦もう通じねえな俺。え、なんか熱っ。強すぎ、相性良さそう。ザップ、このガンダー止まんねえや。なんで裏切り者がいる誰だ、なんでそっち行った。逆にもうメガホしかいないの、やばい。しかもプリンタワーだからもうバルーン止まんないっていう。一応ザップがあるわ。おい、ナイス、ペッカラムね。なんかすごいね、おもろい方だった。チェッチ、この人あれだ、なんかずっとキョスケロイホグ使ってる民。え、違う、霊視になってる、デッキかかってる。なんかずっとキョスケロイホグのイメージあったけど。さあこれ、リトプリカウィザードカー来たら始めジャイバルーン行きますって言ったものの、行く覚悟がない。なんかボイドでさ止まっちゃうのちょっと萎えちゃうんだよな。でっけえそれ。多すぎん。やばい、それグロい。もう出るな。あー痛い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 痛すぎ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 。アホアホアホ、なんかジャイバルにして俺の方がダメージ受け取るやん。あー勝ったと思ってんだこいつも。また早えよ勘違いに来やん。おいジョージどうすんだよこいつ。早いって、お前勘違いすんなってきついって、厳しいって、残り1分半あるって、ラットは元プロだって。舐めてたらいかれるぞ。よし、しばき、いや、ここでピンチだと思ってるやつ甘い。なんなら押してるのは俺。なぜならタワーが1本と2本俺の方がタワーは多い。恥ずかしいって、厳しいって、強いって。あれだな、さっきと同じだな。さっき負けたジャイダクネレイジと一緒だジャイダクネレイジきちいわ。止まんねえな。もっと守るべきだったかもしんねえ、あのデッキに関しては。なんか基本的にジャイマルンでぶっぱしてけか出るけど、あのデッキはなんかカウンターエグすぎて、シンカナイトが強すぎるな。シンカナイトに勝てねえんだ。ラバかな、タテちゃん。タテ戦ダクネって何なんだろう。そんなデッキ存在すんのか。
存在すんだ。やっぱまたなんかさ、レイジありそうな。ジャイダクね、だるすぎるな。え、嘘みたいな泣いてきた。いや、ナメだけやめて。ありそう。お願い、ボイドやめて。現環境でボイドないなんてことはありえないが、ワンチャンありえる。ライトニングラーで。ああ、強すぎる。さすがにね。さすがにボイドよね。よね。いや、それはそうだ。いや、なんか、極まれのさ、ライトニングみたいな。いや、ねえか。ジャイダクネでライトニングはねえか。そんなコストねえか。ジャイダクネ組んだら1コストしかねえもんな。それはみんなレイジや。いや、なんでボイドレイジやん。え、またそのデッキ立てせんやん、でも。この辺にやべ。終わってる。進化室でボコボコにされる。行くしかないでも、暇すぎて。ダクネだけぶっ倒す。謎にダクネに対しての恨みが。え、でもウィザードさ、使ってこなかったらめんどすぎん？え？今進化ナイトだったよな。マジで耐えるよ。もう一回、もう一回だけ耐えなきゃいけない。サイクルな気な気がしてる。え？でもバケモン優秀なやついない。バケモン優秀なやついたよね今。おい、危ねえ。ボンバー左だったぜって今。やば。俺の引っ張った。優秀すぎ。さあ、というわけで、ジャイバルーンのね、高回転型ですね。まあ、個人的にこれ、結構気に入ってるんで、まあ、なんか流行ってるのはこっちの方が流行ってるかもしんないんですけど、こっちのね、進化ボン進化スケ型も皆さんやってみてください。よければちゃんと高評価もおっしゃってた。おっしゃってまたね。